さすがに挫折しそうになって、うん、もうやめようかなと何度も思ってたんですけど、12時間後に仕事をゲットした人だっていらっしゃいますので、よろしくお願いします。はい、で今回のテーマですね、ニュージーランドでワーホリされているマッサン、まあ、成功者にですね、成功体験談だったりとか仕事を見つけ方みたいについて、ね、インタビューできたらなと思ってるんですけども、そもそもですね、今ってどんな職場でワーホリとして働いているかっていうところをお伺いできますか。わかりました、仕事先はローカルなカフェスケアクローっていう、ちょっとオークランドでも有名なカフェで働かせていただいてて、仕事内容としてはキッチンハンド、いえばディッシュウォッシャーとか材料のカッティングとか、そういうのを行っております。職場完全ニュージーランドのカフェなんですか。そうです、ニュージーランドのローカルなカフェとなります。それ結構職場は英語使の環境なんですか、それとも日本人の方が結構いらっしゃったりするんですかね。日本人が今2人いらっしゃるんですけど、1人被らない人がいますので、もう1人と被るので、そこで日本語は確かに話すときあるんですけど、基本的に他の方々はもう海外の方なので、英語環境の中で話して仕事してるという状態であります。日本にいたときはカフェのそのバイト経験とかそういうのってあったりするんですかね。カフェは未経験です。ただ居酒屋とかそういう飲食系のところで仕事をしたことあるので、それを生かしてキッチンハンドの仕事につけたのかなと思います。そもそもその仕事ってどうやって見つけたんですかね。その有名なカフェに働くって、俺も私もそういうところで働きたいと思っている方いらっしゃると思うんで、そもそもどうやってそこ仕事をゲットしたんですかね。仕事はもう履歴書配りでしたね。あらゆるところに履歴書を配って返事が来るかどうかっていうのをただただ待つのみだったっていう感じにはなります。結構有名なカフェでもうバリバリ働かれてるっていう形だと思うんですけど、そもそもマッサーについてもう少し深掘りっていうかお伺いできたと思うんですけど、日本では何をされてたんですか。日本ではシステムエンジニアをやらせていただいてました。どのぐらい働いてたとか、どこで働いてたかとか。京都の方で働いてまして、8時半ぐらいから仕事して帰ってきて18時でもうご飯食べてお風呂入ってヘトヘトなのでもうすぐ寝るとか、単調な生活が続いてたような感じかなと思います。本当にその留学プランで大丈夫ですか。1万通り以上の中から自分に合った留学プラン、充実した渡航前の英語学習サポートで英語力アップ、留学の扉でまずはお気軽に無料の LINE 相談から。そんなやさぐれていたマスさんがなぜそもそもワーホリに行こうって思ったのかとか、結構なキャリアチェンジだと思うんですね。システムエンジニアからカフェだと思うんですけども、まあ、キャリアって呼ぶかあれですけど、なんでそもそもそこでワーホリ留学行こうと思ったんですか。ワーホリに関してはもともとマレーシア3年間住んでた。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、まあ、親の関係で一緒についていって3年間暮らしてたのもあったんですけど、自立して海外で生活してみたいなっていうのが自分の中にありましたので、大学の時に留学生としてやればよかったんですけども、うん、コロナがあって結局できずじまいだと。でそのままトントン拍子で社会人になってしまって、このままやりたいこともやらずにいいのかなって思って、だったらもう思い切ってやめてワーホリ行ってみようかというのがちょっときっかけとなりました。もともと、まあ、マレーシアに3人いたということで英語はある程度話せたんですかね。いや全くです。全く、はい、1歳から3歳なのでその記憶とか全くなくて、もうルー大芝みたいな状態の英語だったらしくて、英語は全くからっきしではありました。ってことは今って英語は どのレベルなんですか。カフェで働くにおいては全然英語は通じる。留学はされてたんですか、そのワーホリの前に。留学それは全くしてなくて、ちょっと英会話の教室に通ったぐらいではあるんですけども、それぐらいですね。はい、そもそも、まあ、ニュージーランドで職は何職ぐらい経験されたんですかね。合計2職2職あります。1つ目がブラジリアンレストランで働いてて、今2個目がそのローカルなカフェで働いてます。なんかすごく簡単そうに見つけて働いてるみたいなんですけど、どうやってまず1職目のところを見つけたんですかね。1社目はもう本当に CV だから履歴書を全部配って、うまくそこが引っかかったので、じゃあそのまま働かせてくださいって言ったら、じゃあいいよということで働いてました。履歴書っていうのはエージェントとかに渡すんですか、なんかどうやって。あ、履歴書はもう自らお店に行って自ら履歴書を配るというのを本当にダイレクトにするのが飛び込み営業的な。そう、飛び込み営業的なことをもう何件もやってましたね。何件ぐらいやったんですかね。50件はしたと思います。そのたんびにこう紙を、はい、印刷したんですか。あ、そうです。
どこで印刷するんですかね。図書館でできるんですので、そこで印刷とりあえずしまくって、もう暇さえあればとりあえず配ってみたいなことをしてました。配った時の反応ってなんかノックじゃないですけど、まあ、開けてどんな感じなんですか。開けて Are you hiring? って、あ、今雇ってるっていうのをとりあえず言って OK って言ったら Yes って言ったらもうとりあえず配って、じゃあ帰るねって言って帰って連絡を待つという感じです。なるほど。それ1社目のところはハイリングしてますかで渡して、はい、その後どういうフローだったんですか。あが、じゃあ2日後に黒い服を着て来てねって言われたんです。じゃあトライアルしようみたいな感じで、うん、トライアルはなんかインターンというか何ですか、体験入社的な感じなんですか。あ、そうですね、実際の仕事を、まあ、教わりながらやってみるっていう感じ でそこで確認されて仕事ができそうだったらそのまま入るみたいな感じになります。それ給与交渉とかってされるんですかね。その後ですね、その2個目の会話に関しては実際に給与交渉を行ってちょっと上げてくれないかねって言ったら、分かった上げようっつって上げさせていただいたと思いますね。その職場50件履歴書送るっていうのはもう適当にもうノックしてったのか、それともある程度目星をつけたのか、あとサイト使ったのかとかでいくとどう見つけてたんですか。適当ですね。適当とりあえず適当に配ってて、で雰囲気がいいかはさすがに確認します。私も実際に行ってってで人がなんか楽しそうに働いてるのかなとかいうのを確認しながら CV を一応配ってました。他の人もみんなそうなんですか、それともサイトとか使うのが主流だったりするんですかね。他の人はやはりその Facebook を使ったりとか、実際にこっちの求人サイト、求人アプリみたいなのがあるので、なんていうアプリですか。こっちだったらシークっていうのとか、あとはトレードミーとか、そういうのがありますので、それを使ってる人の方が確かに多いですね。50億くれてめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、それって100とか送ったりする人いるんですか、ね、いると思います。いるんですね。本当にいると思います。それは結構ワオリって泥臭い営業なんですかね。本当にそうですね。あとまあ他の方法としては Facebook がグループあるので、自分で投稿して、で自分こういうスキルがあるので雇ってくださいって言ったら連絡来るので、そこでゲットしたという人もいますし、じゃあニュージーランド着いてから、まあ、とはいえ語学学校通わずにワーホリされていると思うんですけど、意識されたこととかこうやって意識して動いたみたいなのとありますかね。その仕事を見つける上でもうとりあえず気にせず配る、自分がやりたいこととかも関係なしにとりあえず配って経験を積むということが大事かなと思ったので、経験を積めばそれこそ履歴書としてまた反映することもできるし、英語力もまた少しずつ上がってくると思うので、とりあえず構わず配った方がいいのかなと思います。ありがとうございます。もう配り続けたマッサンですかね。ですね、逆にこう日本での経験っていうのが役に立ったこととかってありますかね。もともと居酒屋で働いててシェフみたいなことをやってたので、うんうん、その料理作ることは全然できたっていうのもあるので、それを私できますよっていうのを履歴書配るときにアピールしたらカフェが引っかかったので、本当にどうって言ってくれたので、何かスキルがあるっていうのは本当に大事なのかなと、こっちではすごく思いましたね。やっぱ逆算してニュージーランドでこうしたい、そのために日本で何をするかみたいなのが大事ってことですね。そうになりますね。履歴書って自分で作ったんですか、なんかどう作られたんですか。履歴書は自分で作りました。なんか参考にしたこととかありますかね。キャンバっていうアプリがありまして、そこにその履歴書こういう風に書いて、もうフォーマットがあるので、もうそれ通りに書けばもう綺麗な一つの履歴書ができるので、まあ、それを作ってもうとりあえず配るということをしました。日本でやってたって感じですか。そうですね、はい。めちゃくちゃ準備はされているってことですよね。まあそうだと思います逆にこう仕事探し、まあ、とはいえ50も配ってたら心折れそうになると思うんですけど、挫折したこととか大変だったこと、他の人でもいいですけどあれば教えてください。そうですね、やっぱり妥協したくない人とかやはりいらっしゃって、自分に合った環境を探したいから、もともと持ってたけどやっぱやめて、で配り直すっていう人が確かにいて、もうその人はさすがに挫折しそうになって、もうやめようかなって何度も思ってたんですけど、諦めずにやったら実際に自分のやりたかった仕事をゲットできたので、とりあえず諦めない根性は必要かなとは思います。まさか挫折したことってあるんですかね、そのこのワーホリ。まあいろんなことはありますねエピソードありますか何でも。まあまあまあその、まあ、彼女とか、まあ、そういう関係でうまくいかずに、はい、でメンタルやられて、仕事もうまくゲットできずにメンタルやられてみたいなことは確かにあったんですけども、まあ、乗り越えるんですか。もうこの1年間だけはどうにかしてでもニュージーランドで生活するとは思ってたので、根性ですよね本当に。絶対諦めないという
気持ちだけはもう常にあって、でそれでうまくいったのかなと思います。その根性どっから来てるのかも深掘りしたいですけど、スポーツは、スポーツはバスケをやってましたね。やっぱりスポーツから養われる根性ってありますよねですかねワーホリで働かれてると思うんですけども、とはいえ日本とは全く異なる環境で働いてると思うんで、そこのギャップだったりとか、なんかちょっと違うなとか、ここいいとこ、ここなんかまあ微妙だなみたいなポイントがあれば、経験者だからこそ教えてください、はい、正直ニュージーランドはもう僕に当てはまりまくってて、もういいところしか言えない。なるほどなるほど、はい、それこそもう本当に自由に働かせていただいてますし、人間関係が本当みんないいから、うん、言いたいこともすぐ言えますし、すぐ質問もできる状態なので、うん、日本だったらちょっと言いづらい雰囲気とかやはりあるじゃないですか、それが全くないので本当に働きやすい、もう自分の意見も言えるっていうのがこっちで味わって、それを日本帰ってできるのかなっていうのがちょっと不安で一番感じたカルチャーショックとかってありますか、ワーホリをしてた中で。カルチャーショック ありますね。一つあって、サボる人とサボらない人っていうのがすごいはっきりしてて、効率とかも考えずにただただ働いてる人とかも、これが本当に文化の違いなのかちょっと何とも言えないんですけど、人なのかっていうのはあるんですけど、それでも確かに感じてて、こっち来て思うのがやはり日本人ってすごい働くんだなっていうのが分かる、ワーカーホリックかなとは思ってて、だからこそこっち来てその日本人のすごい働くんだよっていうのをアピールしたら、どん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 働けるし、強みっていうのはどんどん生かしていったら日本人でもその環境で親しまれるというか、まあ、好かれるような存在になると思うので、もうぜひ海外来て働いてほしいなとは個人的に思ってますね。結構、まあ、ワーホリに行く方って社会人3年とか経ってからとかギリホリの方とかいらっしゃると思うんですけど、まあ、日本人ってやっぱ僕もニュージーランド来て思ったんですけど、めちゃくちゃ働くなと思って、カフェも4時半とか5時に閉まるじゃないですか全部。もうもはや何ですかね、生活のために仕事してるっていう感じですかね、仕事のために生活してるっていうよりも。なのでその価値観っていうのはめちゃくちゃ大事ですよね。システムエンジニアがもっと大変でしたよね絶対ね。だと思いますねでも他の友達の方がいやすごい大変だなと思うので何とも言えないですけど、まあ、大事な価値観の一つでありますね、はい。最後にですね、まあ、ワーホリでニュージーランド来る方いらっしゃると思うんで、はい、仕事見つかるかなとかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、なんかアドバイスとかこう見つけてくださいとか物申したいことがあれば物申したいことお願いします。わかりました。確かにその昨今でも仕事探しが難しいって言われてるのが確かにニュージーランドなんですけども、実際に友達は諦めずにもう CV とかその Facebook とかを使って仕事探ししたおかげで12時間後に仕事をゲットした人だっていらっしゃいますので、もう諦めずにその根性だけは持っておいてくれば、あの仕事も絶対でゲットできると思いますので、諦めずに頑張っていきましょう、はい、心強いですね。頑張ってくださいじゃなくて頑張りましょうということですね。一緒に頑張りましょうです、はい、ありがとうございます。ワーホリするにだって英語力って必要だと思いますか？正直必要だと思います。必要、はい、英語力あればあるほど全然いいと思ってて、やはりその仕事探しも楽ですし、友達との会話とかでもそのすごく楽しく会話できるっていうのはすごいメリットだと思うので、うん、英語力はあった方がいいかなと思います、うん、ありがとうございます。なんでやっぱりいい仕事っていうか早く仕事見つけるには英語力が必要かなと思うので、まあ、それこそ英語自信がない方とか、マッサみたいな行動力持ってない方とかいらっしゃいました。また語学学校に行って、語学学校のなんかワークショップとかオプションクラスとか受けて万全の準備していただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。まとめさせていただきましたありがとうございます。というところですね、今回オークランドでワーホリの成功を収めたマッサに話をお伺いしました。はい、もっと詳しく知りたい、留学相談したいって方はですね、概要欄にある LINE リンクからお気軽にお問い合わせいただけたと思います。はい、こちらです。で今ならですね、この LINE 登録するだけですね、留学に役立つ豪華5大特典を無料でプレゼントしてるんですよ。なのでもしそれ欲しいって方はですね、概要欄にある LINE から登録いただいてお問い合わせいただけたらなと思います。はい、それでは本日お忙しい中お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。ニュージーランドから LINE 登録、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。